この音は、虎と狼オオのように残忍なもの、または、非道なものの意。架空戦ア朝日の艦隊に登場する架空の艦船のクラス。本校に適述する。このページは、曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が、複数の意味。職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んでください。 このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に貼り替えてください。古老型とは、架空戦機、朝日の艦隊に登場する軍艦のクラスである。姉妹艦は、海虎、海老の二艦。古老型は、極日艦隊前衛遊撃艦隊の中核を担う艦として建造された。艦首は、航空巡洋艦となっているが、実質的には、小型の航空戦艦である。 前世、航空戦艦、一勢を航空戦力重視に改装した設計思想と言える。基本的な戦法としてはまず航空戦力による先制攻撃を行って敵の戦力を削ぎ、それから肉迫して艦舗及び雷撃で敵を倒すという手順を取ることになっている。特徴としてはやや鋭角 V 字状上の二段飛行艦板と全面に集中装備された36。 立方センチメートル連装手法2機が挙げられる。また、前衛遊撃艦隊が対戦攻撃を専門とすることもあり、対戦攻撃装備も充実している。心臓作戦の際には、陽動作戦であるジブラルタル要塞攻撃を行って大きなダメージを与え、トルーマン暗殺未遂事件の際には、偶然英国からの脱出輸送船団護衛のため、航行中、関西機が 独占水空母、スレーブニル S 型 S-8501 戦を攻撃、後の撃沈につなげた。アイスランド沖海戦では再び独艦隊に関西機を持って一番槍を務め、独第11機動部隊とのダカール沖での海戦の際に、コロが飛行艦班に被弾したものの従順船隊を放来撃で撃沈した。しかし終盤、 高杉艦隊に随伴していた際に、独軍の飽和攻撃により、回廊が戦没し、これを、海虎ラは、戦後解体されたものと見られる。しかしその活躍は、機関・日本保高に劣らないものであった。コミック版では25年7月のアースとの戦闘の、あと、ドクステルス爆撃機、ブレーダーマウスの攻撃で戦没した、高氏の穴を埋めるため、機関・ 日本穂高に随犯していたことになっている。また OVA では基本型は変わらないが手法がに連想になっており、関西機も劇中では、後部、三つ竹改め以外では3巻で、噴式冷戦、ミネ花を運用していた。また、劇中後半では、コロ級が2隻しか登場しておらず、3隻揃っての登場は前期の3巻だけであった。ありがとうございます。